まあ、私自身やはりこうファイナルファンタジーファンタジーというので、まあ、その幻想的というかのいわゆるゲームにおけるファンタジー、私がやりたかったファイナルファンタジーっていうそのファンタジーという世界観の楽曲と、それからすごくあの現代的というか、まあ、今風な曲があったり、それから、いろいろ参加していただいたあの他の作曲家さんの皆さん の個性があったり、すごくいろいろなあのテイストがあると思うんですけれども、それがいろいろ聴けて、でもバラバラになってるかと思いきや、こう通して聴くと一つのやっぱり世界観ができてるなってすごく思ったので、これがファイナルファンタジー15の音楽の世界観だっていうことをぜひ味わっていただければなと思います。とにかくその見た目の世界観が邪魔しないことと、でもまあバトルだと邪魔しないといえども、なんかあんまり無感想のバトル曲だとつまらないと思うので、やはりバトルはこう熱くなるような、いかにもゲームでこう戦闘曲やるぞっていうこうなんていうかテンションが上がるような、そういう曲にはなるようにっていうのは心がけてはきました。やはり一番最初に作ったのがそのソムナスという曲だったので、そのソムナスを作った時に持った印象っていうのは、ずっとそれはどんな曲を作る時にも根底にあると思うんですね。それでどうしてもソムナスを作った時にやっぱりこう夜のイメージ、 PV もそのやっぱり夜だったりしたので、どこか自分の中で別に夜向けの曲を作ってるわけじゃないんですけれども、どこかでそういうのが根底に流れてるんじゃないかなと思います。まあ、当然機材とかも変わってくるので、その物理的にやっぱり作り方とかも変わってきてる部分はありますし、ただやっぱりこうあんまり流行りすたりの音楽とかを意識するタイトルではなかったので、なんか昔作ったからこの曲ちょっと古い感じするよねとか、そういうのが全然なかったんですよね。で、自分的にも確かに、あ、こういう曲って今だったら私書かないかなとか、まあ、書けないかなとか思う曲もあったりするんですけれども、そういう変わってきてるものもたくさんある中で、その時に作ったなんていうんですかね、音楽の本当に真の部分っていうのか、そこはなんか10年経っても変わってないかなって自分で思うんですよね。なのでどこか懐かしいっていう気持ちもなきにしはあらずなんですけど、まあ、あんまりこれ10年前に作ったんだよなとかあんまり意識することとかなかったんですよね。だからきっとその表面的な部分とかで変わってるっていう部分は多分たくさんあると思うし、まあ、内面的には変わってる部分もあると思うんですけれども、なんかその真のと部分っていうのが結局まあなんというのか、やっぱり私には音楽しかないというのか、音楽が好きだとか、そういう一番根本の部分っていうのは何一つ変わってないんだなっていう気はしています。ようやく、本日、発売になりまして、私自身嬉しく思っています。盛りだくさんな内容で、私だけの曲じゃなくて、たくさんいろんな方の素敵な曲も入ってて、楽しめる内容になっていると思いますので、ゲーム同様、ぜひサウンドロも楽しんでいただければと思います。早速、本日、新宿で、インストアイベントさせていただき、この後ナンバー札幌とインストアイベントでお邪魔させていただきます。ぜひ皆さんにお会いできるのを楽しみにしてますので、よろしくお願いします。